おはようございます。サニテンスタイリストの佐藤文也です。今日はサニテンのお店の雰囲気だったりとか、美容師の一日のルーティンだったりとか、こんなことしてるよっていう動画を撮らせていただきます。で今朝9時なんですけど、この後朝カットの講習があるので、その一部も一緒に撮らせていただけたらなと思います。ここからは少しアフレコも入れながら動画を進めていきます。カット講習が始まりました。アシスタントの子たちは年数関係なく同じ課題同じタイムで講習に取り組んでいます。今の段階でカットの知識を入れることでスタイリングやパーマの技術などをよりハイクオリティでお客様に提供することができます。課題のタイムが終わり、ここからはスタイリストのチェックです。スタイリスト全員でカットしている姿勢や課題に合わせた長さ設定、髪の毛を引き出す角度などを見てスタイリストが個々にアシスタントに反省点を伝えていきます。店長の大越さんや代表の陽介さんも直々にアシスタントの子たちにアドバイスをします。サニー店での講習ではより技術の楽しさを伝えるためにもアシスタントの子たちが質問しやすい空気感で講習を行っております。朝のカット講習が終わり、営業前の掃除風景です。これからお客様を迎えるためにも隅々まで掃除をします。こちらは朝礼風景です。お客様に対して元気により良いサービスでおもてなしするためにも、各自目標やお店全体の一日の流れをスタッフ全員で共有する時間になっております。はい、朝礼も終わり、営業が始まりました。ここからはお客様に許可をいただき、より近くで動画を撮らせていただきました。いや、そうなんですね。多分こんだけ切ってないから初めてなんだけど、何気ない会話もできるしね、ほら、なんかさ、例えばね、彼女できました、そういうのできるの、話してない話してない。営業が終わり、夜掃除の風景です。一日の営業での汚れを隅々まできれいにして、明日の営業に向けての準備をします。
掃除が終わり、ご飯休憩を挟んで各自の課題に向けての練習です。それぞれの営業での反省点を見直し、一日でも早いスタイリストデビューを目指します。みんな真剣な眼差しで練習に取り組んでいて、頼もしいアシスタントの子たちです。今僕がカット練習を見ている子がサニー店で一番スタイリストデビュー間近の松本海道くんです。営業中は陽介さんのアシスタントとして働いております。朝早くから夜遅くまで練習に取り組む姿は他のアシスタントの子たちの模範となり、頼もしい存在です。一日でも早いスタイリストデビューを期待しております。僕自身もスタイリストになり2年が経ちました。アシスタントの子たちにはより分かりやすい言葉遣いや知識で教えることを心がけております。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。今営業終わって各自、営業の反省と練習して、これから各自帰宅をしていきます。営業中にお客様が、その美容師はどんな感じで一日過ごしてるんですかっていう声が多かったので、サニー店の雰囲気だったりとか、美容師の一日はこんな感じですよっていうのを、店舗によって、美容室によって全然変わるんですけど、こんな感じで1日の動画を撮らせていただきました。またなんかサニー店のこんな動画見たいなっていうのがありましたら、コメント欄までお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。